実際このね、アンコール塔の前に立つと、下側の瓦はね、白いんですよね。で、上側の瓦はね、緑色なんです。おお。だからね、分かれてるんですよ。これは実際の。ああ、そうですね。お。このアンコール塔の前に初めて自分が立った時に受けた感動をある意味再現してるというかね。こんにちは、渡辺翔一です。今日は4月の5日から18日まで、東京の新宿で、で、5月の6日から5月の18日まで、大阪の心斎橋で、いずれもニコンのギャラリーなんですが、ギャラリーセレクション展ということで、個展の決まっている竹下光さんに来ていただいております。竹下さんと私の関係で言うと、大阪のニコンカレッジで一緒に講師としてやっているような形になります。最初に竹下光さんの方に自己紹介軽はくしていただいてお願いします。い。はい。皆さん、こんにちは。写真家の竹下と申します。今ね、渡辺さんからもご紹介ありましたけども、渡辺さんとは大阪のニコンカレッジで講師ということでやらせていただいております。今回ね、写真展をやるということで、まずちょっとその肩書きなんですけど、ここしばらく地形写真家っていう感じでね、名乗ってるんですね。いろんなジャンルの写真家さんがいらっしゃいますけど、写真のね、ベースは変わらないんですけど、ちょっと先鋭的な部分がどこかっていうのを明確にするために、何々写真家という言い方をすることがあるんですけど、僕はちょっと地形写真家っていうね、2016年ぐらいから名乗って活動をしています。それまでは普通に風景なんかを撮ってたりとかしたんですけど、あとはその流れで旅行会社さんのね、撮影ツアーなんかの仕事なんかもちょっとしたりとかしながら、そういう作家活動みたいなことをしているっていう感じですかね。竹下さん、2016年から地形撮影を開始っていうことでプロフィールに書いてるんですけど、地形写真家っていうものについてもうちょっと具体的に教えていただけたらと思います。そうですね。今、空前のっていうか、空前でもなくなったかもしれないけど、絶景ブームっていうかね、風光明媚なこうバーッと広がる景観みたいなことが結構ありますけど、そのベースになってるのが地面のこう凹凸だったりとか、そういうふうなところなんかをこう被写体にしていきたいなと。その中には地層だったりとか、あと火山もそうですね。火山の噴火した跡とか、火口とかなんかもそうだし、溶岩が流れてできた地形とかも対象になったりとか、川の浸食とか、そういうふうな地球がこう、ちょっと少しずつ変化していく営みからできた結果としての地形というのを被写体としていきたいなというふうに思ってます。で、ただ姿形のかっこよさだけを追い求めるんじゃなくて、できればその成り立ちみたいなことも合わせて写真にこう盛り込んでいきたいなというふうには考えてるんですね。じゃあ風景写真っていうところからもう一段その地質学とか地学っていうようなところに入っていっているような。そうですね。最初はね、やっぱり、自分自身の話をすると、僕は別に地形地質についてそういう専門的な勉強をしたことはないんですよ。大学は武蔵野美大で油絵科そうですなんね。で、もうバリバリの文系なんですけども。昔からちょっとそういう地質みたいな地形みたいなことは好きは好きだったんですけど、専門的に勉強したことはもちろんなくて、それで普通に写真を撮ってたんですけど、やっぱりね、その上辺の地形の形だけを追いかけていったんでは、いずれ飽きるかなっていうか、行き詰まるかなと思ったんですね。もう地球の地の果てまで行かないと、なるもうほど。被写体がないみたいなことになってくるのかなと思うんですね。で、本を読んでる時に、やはり自然を撮ってるカメラマンは、やっぱりその自然にすごく詳しくて、で、その魅力みたいなことをこう代弁していかないといけないみたいなことなんかも、ちょっとこう本で読んだりとかして、なんか引っかかりとして残ってたんですね。我々にはその自然を見た時に、その花鳥風月的なね、
そういう詩的なものとか自分の内面を反映させたりとかするっていうものの見方もあるんですけど、ある意味もう一つその科学的な目線で地形っていうのを見ていくと、面白いんじゃないかなって思ったんですね。で、まあそこからちょっとこうかっこいいだけの地形を扱った写真とは、まあ、たもと分けて進んでいこうかな、みたいな、なんかはちょっとあります。なるほど、なるほど。はい。写真展のタイトルが、ジオスケープ MTL、中央構造線。MTL っていう。なんだと思います ?MTL。中央構造線を英語にした感じですか。ああ、そうなんです。だと友達はね、MTL って僕は竹下光氏だから MT じゃないですか。竹下光氏ラインみたい。そんなわけないだろうみたいな。かっこいいですね。それはそれ、MTL っていうのは中央構造線を英語で言うとね、メディアテクトニックライン、すいません。安直が必要なぐらい。はい。センターじゃないんだ。そうなんです、そうです。そうなんです。メディアン。テクトニックライン。テクトニックライン。それの、まあ、頭文字を。研究者の人なんかは、例えば論文なんかとかで書くと場合に MTL とか、なんかそういうふうな感じで書かれてるようなんですね。で、まあ、それでその頭文字を、こう、ちょっと取ったっていう感じで、写真展のタイトルって結構大切じゃないですか。で、ジオスケープ中央構造線でも良かったんですけど、まあそれだともうスパッと全部読まれてしまうっていうか。なるほど。ならば MTL にしてしまって、で、何 MTL みたいな感じで、ちょっと立ち止まってもらうといいかなみたいな感じのところもあって、ジオスケープ、MTL、中央構造線っていう、まあ、MTL だけだと逆に意味わかんないから行くのやめようって思われるんで、じゃあ中央構造線を入れようかなっていう感じですかね。で、このジオスケープっていう言葉もね、これはまあ、大体言葉のイメージとしてわかると思うんですけど、ジオっていうのは地球とか大地とかそういう言葉ですよね。で、スケープはまあ風景とかそういうふうな言葉で、ジオスケープということで、まあそういう大地の風景とかそういう意味なんですけど、これ実はね、僕の造語なんですよ。お、ありそうな感じですね。うん、でもね、ないんですよ。公式にっていうか、別に言葉として学術用語でもないし、英語でもそういうふうなことって多分ないと思うんですよね。で、ここに置いてもらってますけど、この本を2年前に出版したんですけど、その時のタイトルとして考えて、そのままその後の自分のなんかね、こう、活動タイトルみたいな感じに、地形をこう撮影するのと、それをこう、世の中に発信していく、その二つの行為の活動の総称をね、ジオスケープっていうふうな感じにしたいなということで、大抵これからも自分の活動にはこのタイトルをちょっとつけようかなというふうな感じでは考えてるんですね。なるほど。もうね、商標登録にしてあるんです。そう、したんですよ。なるほど。はい、おすごい。だから、これ、この言葉をね、僕に黙って使うのはダメなんですよ。じゃあ、一言断ってからですね。そうそうそう。そう、ちゃんと特許庁に申請をして、他に誰もこの言葉を登録してないっていうのを確認。まあ、もちろんそれないと僕が登録できないんですけど、それを確認して登録しました。だから、ジオスケープっていう言葉はね、僕以外には。まあ、だからあれですよね。ジオスケープっていう言葉が、そういう、ブランド化していけばいいんですけどね。だから僕の目標としては一つ、この言葉が、そういう地形の、こう、撮影とか、こう、面白さを伝えるための活動のブランドとして成り立っていければいいかなっていうふうな感じなんですね。まあ、それでまあ、一応ジオスケープっていう今回初めての、まあ、地形写真家として名乗って初めての写真展なんで、別に入れなくてもいいかなと思ったんですよね。セレクション展、MTL、中央構造線、竹下光氏でもいいかなと思ったんですけど、まあ、あえてじゃあジオスケープも入れようかって言って入れました。でもすごいですね。この大事な言葉が一つ決まるっていうのは。そうですね。大きいですよね。なんかね、そうですね。やっぱり
今後の自分の活動まで含めて、もう四六時中そのことを、写真のことを考えている中で、なんかふと出てきた言葉みたいな感じで、で、まあそれが一つなんかちょっとポンとこう出てくると、まああとはそれにちょっと割と乗っかるみたいな感じでも動くと、意外とこう、うん、自分のやりたい方向みたいな、もちろん軌道修正はいっぱいしてるんですけど、まあベースの部分は見えてくるのかな、みたいなことは、ありますね。だから結構このジオスケープっていう言葉は結構大切にしていきたいなというふうに思ってます、うん、なるほどなるほど。写真展のまあ内容の方に入っていくんですが、まあテーマとして選んだその地方構造線っていうのが、まあ九州から関東までを縦断するっていうのがあって、はい、関東九州ってのはそうですね、どの辺なんですか。関東は関東でも日本は地震が多い国で、地震が起きるシステムなんかも報道なんかでされる場合なんかでもね、まあ、やっぱりちょっと中央構造線みたいな話とか言葉なんか出てくるっていうのがあるから、まあ聞いたことあると思うんですけど、うん、まあ僕もね、こういう地形写真家を名乗る前は具体的にはそんなにしっかり勉強したわけじゃなかったんですけど、九州ぐらいから関東平野にまで続いているだろうですね、だろうと言われている、まあ日本最大の断層です。まあ地面のずれた痕跡ですね。それが中央構造線。だけど、すごく歴史が古いのと、割れたのが9000万年前。9000万年前。メモしようと思ったけど、9000万年。100万年ぐらい前じゃなくても、9000万年前と言われてるんですね。そんな古いもんだから、もう結構その後の火山活動とか、例えば火山がその中央構造線の横で噴火したら、その上にダーッと溶岩が流れたりとかするじゃないですか。そしたら上を覆っちゃうし、またそう川の横だったら上からね、土砂がこう運ばれてきたらそれで埋められたりするでしょう。だからそしたらまあその中央構造線自体がもう下に入ってしまったりとかして、なかなかこう見えないんですよね。だから関東平野も今、関東はどの辺って渡辺さんおっしゃったけど、関東平野自体は巨大な平野、日本最大の平野でしょう。そうですね。あれはね、なんかこうね、こう、ビヨーっとこう、沈んでるんですよ。まあ、沈んでる理由は今言わない。で、こう、すり鉢状にだんだん凹んでいってて、今でも。で、そこの溜まった部分に山から流れてくる土砂が上に乗っかってくるのね。うん。で、そうなると、もともとの基盤って言うんですけど、それはもう上にすごい分厚い土砂が乗っかってるから、目で見てどこに中央構造線があるって言えないんです。見えないですよね、うんうん、でもそういう防災の意味とかもあって、何箇所か関東平野にこう すごく深いところまで穴を掘って、そこから岩をね採取して、でそれをこう研究者の人が見ると、まあいろいろ調べるとね、できた年代とか調べたりとかしていくと、あ、これは中央構造線の日本海側にある岩なんじゃないかっていうのが分かってくると、まあそのボーリングした点に、そのやや北側とかね、やや南側に中央構造線が走ってるんじゃないかっていう推測だけはできるんですね。で、九州なんかもご存知の通り阿蘇山ってありますよね。はいはい。まあ、とにかく九州はもう火の国ですから、うん、火山活動が活発な土地なんで、まあそれこそ火砕流とか、うん、そういうふうなものの下に入っちゃったんですね。だから大分県の国東半島って知ってる？はいはい。うん。あの辺にはちょっとその中央構造線の両側にある一部が見えてるんですけど、もうその先はね、全くもう確認できてないんです。うん。で、もう火山関係で。ああ、そうそうそう。だから埋まってるんじゃないのかなっていう。なるほど。で、まあ四国とか、あと僕らがね、住んでるこの近畿地方なんかは、かろうじてちょこちょこと見えてるところが、なんかこう山の斜面が崖崩れだったりとか、工事現場で工事で土砂掘ったら中央構造線が出てきたみたいに。まあそれでそこはもうじゃあそのまま置いとこうみたいな感じで、天然記念物みたいに指定されたりとかして置いてある。だからまあなんかこう、今日は中央構造線の上を歩きましょうってこう線が引いてあって、その上とことか歩けるっていうことはない。ないんですよ。なるほどなるほど。はいはい。そうそうそう。じゃあ地滑りっていうか土砂崩れみたいなものがあったりすると、うん、そこでちょっと見えて、そこからここにあるねみたいな、
なんかちょっとずつ推測していくような感じなんですか。そうここにこういうふうな、これあの写真展で配ろうかなと思ってパンフレットなんですけど、そうですね、ここにまあ一応ちょっとこう中央構造線のこう略図があって、で中央構造線を境にして日本海側にはね両家編成帯と呼ばれ、もうややこしいですよ両家編成帯と呼ばれてる花崗岩から、主に花崗岩から出るあの地質帯があって、でその下に中央構造線を境にその下側にはね三波川編成帯ついてきてね三波川編成帯と呼ばれてる、まあそういう編成岩の地質帯があるんですよ。まあこれがだからね、1000キロにわたってこう、この両側が続いてるのね。はい、うん。だからまあ中央構造線を境にして、北側には両家編成帯で、南側には三波川編成帯という、まあそういうふうな、まあ、ところどころちょっと違うところもあるんだけど、間に入ってくるところもあるんだけど、まあ主にはそうなってて、だから、中央構造線が具体的にこう見えてなくても、片側に花崗岩の両家編成帯があって、片側に三波川編成帯の編成岩がポコって出てるとすると、この間のどこかには中央構造線が走ってるっていうのがわかるんですよ。なるほど。うん。だからまあ、ここってこう言えないけど、この辺りみたいなところは言える。で、それを点と点でつなぐと、まあ見えてないけど、ここにあって、ここら辺とここら辺があったら、まあ、これを結ぶとこの辺だよねっていうのがあって、それをつないでいくと、こういう線が出来上がるっていう。ああ、でも、地図にこうやって出していただくと、うん、だいぶ、わ、まあ、かりますよ、ね。だいぶ分かってくるというか、見えてきますよね。そう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 。うん。だまあ、それを今回ね、ちょっとテーマにしようかなっていう。境目なんですね、うんうんうん、その境目の一つが今回ねこう、うん、ダイレクトメールにも使ったんですけど、うん、この場所なんですね。これが長野県の大鹿村っていうところにあるアンコール島。アンコールあれよ、あの魚のアンコウじゃなくて安いっていう字に健康のコウっていう字で、アンコール島。露島っていうのはね、地学の言葉で、そういう地層が見られる崖のことを露島っていうんですね。露天風呂の露に。露天風呂の露に。塔は頭だ。それを撮ってるんですね、今回、写真展ではね。その大鹿村が、見えたっていうか、見やすい構造線が、見える場所。見える場所。やっぱりね、日本列島はすごい温暖で、まあ雨も多いじゃないですか、はい。なかなかね、生の地面ってそのままずっと残らないんですよ。あの、やっぱり樹木が生える。ああ、なるほど。草木が生えたりとか、うん、その後まあね、あの木が生えてくると、もう森林に変わっていくんですね。だからなかなかこう、安定してその崖の様子が長年の間見られるっていうのはね、やっぱ川の横なんですよね。はい、はい、はい。こう川が流れてて、川がその両岸を削るじゃないですか。でそうするとたまにこう大水が出たりとかして、ダーッとこう上の草をさらっていったりとかして、そうすると綺麗な断面がまた出てくるっていうか、だからまあ草木が生えてちょっと不鮮明になったんだけど、また大水が出てきてそれを洗い流して、まあそれは災害なんですけどね、洗い流してまた綺麗な断面が出るみたいな感じのところでしか残っていかないかな。でこの大鹿村のアンコール島は手前にね、南アルプスから流れ出てくる川が目の前に流れてて、それで結構ね比較的綺麗な状態を保っている。ずっと僕は観察してるわけじゃないんですけど、年によっては逆に土石流が出てきて全部埋まっちゃったみたいなこともかつてあったらしいんですけど、で逆に今それが全部また流されて綺麗に現れてるみたいな感じで、まあそういう場所ですね。そこを今回のまあキーのそうです、ね、キービジュアル持ってきて、そうですね、キービジュアル、メインビジュアルにしてなんですけど、そうですね、まあちょっとこの話もさせてもらうと、もともとは写真展、地形写真家としてある程度こうなんていうか勉強、地形の勉強なんかもね、自分なりにこう進めていって、まあちょっとそういうふうな知識と実際のこう被写体との関連付けができるようになってきて、まあちょっと撮り始めたかなっていう手応えが出てきたんで、
まあ、じゃあ写真展したいなっていうふうに考えて、ニコンの方へね、お願いをして、で、まあ、OK をもらったんですね。で、最初もちょっと申し上げたんですけど、その最初の写真展のイメージっていうか、まあ、ニコンに対するプレゼンテーションしたのは、まあ、比較的結構かっこいいめの写真だったんですよ。まあ、朝日とか夕日の斜めからの光がバーンと当たってたりとか、あと、まあ、後ろに星空がこうぐわっと動いていて、そういう地球がすごい長い間の時間をかけて作ったみたいな、そういうイメージのね、写真で行こうと思ってたんですよね。なんですけど、その撮影の間にたまたまこの大鹿村のニコのアンコール塔を、まあ、ちょっとついでに撮りに行ったんですよね、はい、実際地形を撮ってるとかっこいい被写体、写真になる被写体もあるんですけど、全然写真にならない被写体っていうのも結構あるんですよ。視覚的にはとても大切なんだけど写真にならない、うん、例えばこのアンコール塔なんかその典型なんですよね。美しくないし、視覚的、まあ写真ってね、視覚的にものを訴えていくメディアだから、視覚的にこう共感を得られなければ、なかなか、まあ今時の言葉で言うといいねっていうのはもらえないじゃないですか、うん、まあ別に僕らはいいねをもらうために写真を撮ってるわけじゃないけど、まあでも自分の中のこう被写体を選別する感覚でもそういうのはありますよね。だからこれをどう撮れば自分の作品になるのかなってやっぱり思うことがあって、まあある意味ちょっと知識が蓄えられていく中で、そういう被写体が山のようにあることが分かってくるんだけど、それをどうしようかなっていう問題はちょっと置いときながら、まあやはり撮りやすいものから撮っているっていうのが現状だったんですけど、まあその中ででもやっぱりね、避けてばっかりもいられないから、とりあえずはフラットな光で、うん、劇的な光とかそういうことじゃなくて、まあ本当に学術写真、学者さんが、論文で使われるような客観的な目線で撮ったような写真でもいいから、ちょっとまず一回行ってみようかなと思って行ったんですね。で、まあそこからちょっと話が変わり始めるんですけど、中央構造線っていうのを見させてもらうと、先ほどもちょっとお話ししたけど、日本海側には花崗岩があるんですね。まあ平たく言うと花崗岩があって、太平洋側にはちょっと緑色をした変成岩があるんですよ。まあ、それはこの図を見てもそうなんですけど、実際このね、アンコール塔の前に立つと、下側の瓦はね、白いんですよね。で、上側の瓦はね、緑色なんです。うん、だからね、分かれてるんですよ。だから日本列島を分断するその線を、線で実感するというよりか、2つの地質がここで接してるんだなって感じた時にすごい感動したんですよ。もう知識じゃなくて、南アルプスがこっちにそびえてる空間の中でそれを感じて、あ、すごいと思ったんですね。うん。で、それを撮る方法がないのかなと思ったんです。それをなんとか撮ってみたいなと。それがもし撮れたんだったら、まあいわゆるこの、なんていうのかな、断層面が写真にならないっていうことではなくて、うん、なんか別の表現ができるんじゃないかなっていうのがちょっとあったんですよね。うん。で、まあその日は結局答えが出なくて、まあ普通に撮って帰って、その後もずっとそのことが頭にあったんですよね。まあ写真展、もちろん写真展は写真も撮らないといけないっていうのもあったんですけど。で、そした中でね、まあこの写真もちょっとこう見ていただくと分かるんですけど、50分割してるんですよ。50枚、うん、これ別に1枚撮った写真を分けてるわけじゃなくて、50個に分けたんですね。で、あ、分割撮影してみるといいんじゃないかなと思ったんですね。まあだからこう、例えば写真をどれぐらいの大きさで見るかっていう問題はもちろんあるんですけど、まあね、プリントする場合でも A3 伸びとか、うん、A2 ぐらいで見たんでは、その岩の違いまでは分かんないなと思ったんですね。例えば岩の違いを、ここに断層があって岩の違いを表現しようと思ったら、これは壁面いっぱいの写真がいるなと思ったんですね。でもまあそれを引き伸ばすことは多分今のカメラだったらできるのかもしれないんですけど、やっぱり解像度が下がるじゃないですか、ぼやっとしてしまう。まあならじゃあ分割しようかなって、まあ最初はそういう単純な理由だったんですよね。うん、だから例えば何、もう計算したの忘れたんですけど、ニコンの D850 で、その時は D850 だったんですけど、
あれは4500ぐらい。あ、ごめん、2人ともニコンカレッジの先生ですけど、ここに、ニコンカレッジの先生ですけど、D850 の画素数、パッと言えない。まあ、だから、例えばそれが、ね、50枚とかで分割したら、例えばね、それでもう正確じゃないかもしれないですよ、3億画素。例えば50分割でやったとしたら3億画素ぐらいの感じになるわけですね、うん、画素数だけで言うと、まあ、それが正しい光学上正しいのかどうかちょっと置いといて、まあ、でもそういう単純計算ではそれぐらいになって、それぐらいの解像度だったら、うん、その岩の違いがね見えるんじゃないかなと思って、じゃあちょっと一回試しに分割しようかなと思ってやってみたんです。それもね、実際現場に行って撮影してみると、まあ、分割撮影ってこう一点三脚立ててこうトン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 ってこう三脚を動かさずにカメラを振る、うん、感覚で いたんですよね最初はね。でも実際現場に行くと崖って結構凹凸があるじゃないですか、うん、今これはフラットに見えてるけど、フラットに見える中でも凹凸があるでしょう。自分がだいたいその時200ミリぐらいで引いて、ちょうど崖の上から下までで5段分ぐらいかなっていう計算をして、一つ一つを大体覗いていくと、一点にカメラ固定してるとね、絶えず岩壁が正面に向いてるわけじゃない。だからこう岩ってこう結構凹凸があるから、このちょうど自分に向かって向こうへ逃げていくような面がそのフレームの大半を占める時なんかはもう全然写真にならないんです。何が写ってるか意味がないんですね。でそれはまずいなと思って、じゃあどうしようかなと思った時は、カメラを一定に固定するんじゃなくて、まずフレームを大体決めといて、その正面になる位置に自分が移動しようというふうにしたんですね。だから比較的この写真がフラットに見えてるっていうのは、自分が動いてて岩の凹凸を全部こう正面から撮影したやつをこう貼り合わせてるというか、50枚並べてるんで、比較的フラットに見えてるんですけど、そうすることによって岩壁それぞれの詳細なディティールが得られるっていうかね、そういうふうなことだけをちょっと現場で試行錯誤しながら撮影して、家へ帰って、で 2L ぐらいでねテストプリントしたんですよ。でそしたらそれをこうプリンターから出てきて、一つ一つこう床に並べていくとね、最初は何も思わなかったんですけど、それがちょっと増えていくとね、ああこれは結構面白いかもっていう感覚があって、久しぶりにこうドキドキしたね。で全部50枚出力し終わった時には、ああこれ結構面白いとかと思って、その瞬間にもう写真展、その今回やる写真展の内容をもうガラッと変えようっていう風な感じに決めたんですね。だからこれをもうメインビジュアルにして、会場の真正面、入った真正面の壁面に置こうかなっていうのを決めたんですね。キービジュアルになるその50枚の写真なんですけど、はいはい、これはやっぱり1日で撮り切るんですか？うん、そうですね、半日ですね、半日で撮りました、うんうん、やっぱり太陽が動くんで、午前と午後にわたって撮影すると当然光が当たる角度がもう正反対になるとね、右から左へと光が変わるとまずいなっていうのは事前の計算でなんとなくしてて、だから理想は曇り空だなっていうのはあったんですよね。なるほどなるほど、うん、曇りになるような天気予報を見てね、曇りになるような日を選んで出かけたっていうのもあるんですけど、幸い曇り空で2日にわたって撮影したんですよ。初日はやっぱり結構慣れなかったんで時間かかったんですけど、2日目もう一回同じことをやったときは比較的効率よく、ほぼ半日で終わりましたかね。で、ずっと曇りだったんで、もともと学術写真自体がフラットな光を利用するんですね。陰影を使わない。だから写真の立体感っていうのは一方方向からの光じゃないですか。3D じゃなくて 3D を2次元に落とし込むわけだから、やっぱりちょっとこう光が当たるっていうのは一側面しか表せないっていう考えるんですよね、学者さんの方は。そうではなくてフラットな光が当たることで、形であったり岩であったり、そういうディティールが正確に現れるっていうふうに考えるんですね。その考えは僕も地形を取る上では非常に重要かなっていうふうに思う。だから僕はあんまりね、朝日とかいう日使わないんですよ。地味なんです。地味な写真が多いんです。そう、だから今回のこの写真の時も
曇り空でフラットな光で全部撮影したっていう感じですね。だいたい半日ぐらいですかね。ここにそうちょっとね今回お持ちしてるんですけど、すごい。これがこういう形でね展示。これは実際の。あ、そうですね。実際に展示する、まあ。これをオリジナルプリントと言っていいのかどうかちょっとわからないけど、これをね、ちょっとじゃあ渡辺さん持ってもらっていい？後ろがあれば。こっち。うん。で、こういう分割して、こっちが上になるのかな。そう、こういうふうな形で展示。まあ、こういうふうな感じでね、撮影しようと。で、見てもらうとわかるんですけど、ちょっとこだわりがあって、はい、これはね、木製パネルで、木製パネルってほら、だいたい2センチぐらいじゃないですか。そうですね。うん。そのサイズ感が嫌だったんですよ。なるほど。いかにも木製パネルに貼ってますっていう感じがすごい嫌で、だからまずその木製パネルの材質感を消したくて、厚くしたい、したかったですね。で、まあ自分でパネル作ればよかったんですけど、いかんせん50枚。嫌だなと思って、うん、で、まあ、じゃあ、売ってる市販のパネルを2枚貼り合わせて、まあ、だから、2センチを2枚貼り合わせたら4センチじゃないですか。で、本当はね、もう1枚貼って、6センチにしたかったんです。うん、で、まあ、だから、ちょっとオブジェ的な要素っていうかね、立体作品的な要素も加えたかったんですけど、さすがにちょっと6になると、プリント用紙がね、もうないんですよね。これもだから実は A2 のプリンターで出力して、で、ここをこう折り込みますからね。折り込み分があるから、これで一番でっかいサイズは何かな、規制のサイズは何かなって割り出すと A3 なんですよ。さらにこれを厚くすると、もうせっかく A2 で出力しても、もう A4 ぐらいにしかならない。6センチですもんね、うん、そうそう6センチ、まあ、6センチで、まあ、ちょっとさすがにそこまではいいかなと思って4センチにしたんだ。だからまあでもそのなんだろうパネルのサイズっていうのがもうなんとなくね写真やってる人とか写真展見慣れてる人はあるんですけどそれをちょっと超えたい、うん、で立体作品みたいな感じにしたいっていう思い、ね、おってなる厚みですよね、うん、でまあ一応横から見るとねその厚みの分が隣の画面とこう重なって見えるんでまあちょっとこう立体感みたいなことなんかつながらないかなっていうまあそうですねちょっとそこも展示する意味っていうかを持たせたいなっていうことそこもちょっとこだわりました。単にこうプリントアウトして木製パネルもしくは額に貼って並べるだけじゃなくてちょっとこう立体作品化したいっていうことが自分の中であったんですね。そういういろいろ作業をしていく中で一つまあ自分なりにもやっぱり気がついた効果みたいなのがあって一見これ見るとつながってるように見えるじゃないですか。そうですね。うん。で、まあ、今さっきちょっとお話ししたように、いつもこう画面の真正面にね、岩の正面にカメラを持っていきたいということで、カメラがこう移動するわけですから、当然、つながりは悪くなるわけですね。上下左右のね。だから、まあ、綺麗に重なるっていうことは別に全然目指せしてなくて、ある程度、まあ、なんとなく繋がってればいいかなぐらいの感じで撮ってたんですけど、実際、まあ、でも離れてみたらね、まあ、結構この辺りとかはね、かなりダブってるんですけど、そういうふうな、離れてみれば意外と自然に見える。今、この写真のプリントを見てもらうと、近寄ってみると、こう結構ディティールが見えるっていう感じですね。うん。だから例えば、写真展会場でも多分そうだと思うんですけど、離れて会場入ってきてもらった時の印象と、だーっと近寄ってきてもらって、ここまで来た時の印象が随分変わると思うんですね。それって結構ね、実際の地形観察もそれに近い部分があるんですよ。地形をこう、まず離れて全体像を把握して、で、じゃあこの部分は何の岩でできてるんだろうとか、それをこう近寄ってこう見るみたい。で、またそこでちょっと何か疑問とかなんかあれば、またちょっと離れて全体を見るみたいな、こういうふうな、寄ったり離れたりっていうのをこう繰り返していく。まあ別に地形観察だけではないんですけど、人間がこう物事をこう、理解、把握していく過程っていうのは多分まあそういうふうなことに、が近いと思うんですけど、それと似たような感覚がね、分割することによっ
って写真展解除で再現できるんじゃないかなっていうのにちょっと気がついたんですね、うんうん、だから遠く離れた時に見えるものと近寄った時に見えるものが違う。で先ほどもちょっとその言ったように全部正面に回って撮ってる、そういう近寄った時にすごく生きてくるわけ。そこまで最初から考えてやったわけじゃないんですけど、こうやった中でこう結果的にはあそういう効果があるんだっていうのが自分自身が気がついたというかね、うんうん、そういうのがちょっとあります。この写真が入ったところ、うん、真ん中にドンとあって、そうですね、はい、で他もちろん写真展ということなので、はいはい、まあ、他の写真も何点か出てくるとは思うんですけど、はい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 、あのこの写真に対してそれらの写真というのはどういう位置づけ関わりになってくるんですか？そうですね、先ほども言ったように最初の写真展の予定は全然違うもので考えてて、うん、まあ、作品もそれなりにあったんですけど、これをメインに変えた瞬間にもうそれらが使えなくなっちゃったんですね。うん、まあ使ってもいいんだけど、でもこれとその両側の、まあ、これを正面に置いて左右の壁面が全く内容がリンクしないっていうのはやっぱり嫌だったんで、じゃあやっぱりまあ何かそこで考えなきゃいけないなっていうことですよね。だから会期をもうもらってやることも決まって結構迫ってたんですよね。半年前ぐらいにこれに変えようっていうのに、あ、1年じゃないな、8ヶ月ぐらいでもうこれに変えようって決めたんですよ。だからその時点でこの両側は全く何もないっていう状況になってだからまあある意味ちょっとバッチだったんです。で、まあそこからもいろいろちょっと何を展示したらいいかなっていうふうな感じで考えてて、先ほども言ったようにその中央構造線があって、その両側の両家編成体と三馬川編成体っていうのが5万九州から関東まで続いて中央構造線に沿ってあるわけですね。じゃあそれぞれの地質帯の地形風景を撮ってこよう。で、まあそれをこう両側に並べようかなっていうふうなところでちょっと落ち着いたんですね。だから実際多分4ヶ月ぐらいで撮影をしてると思います。まあもちろん撮った中でもその両家編成帯っていうのを意識せずに花崗岩の風景として撮ってる写真なんていうのが今までにもあったし、三馬川編成帯っていうのを意識せずにまあ編成岩の風景として撮ってる写真なんかもあって、まあそういうのでも今回のあのなんていうかイメージに合うような写真なんかはね、ちょっと使おうかなっていうふうな感じではありましたけど、大半はほとんど3ヶ月か4ヶ月ぐらいの間で撮り下ろしてるという感じになります。うん、まあでも先ほどちょっとお話ししましたけど、僕は朝日とか夕日とかそういう劇的な光はもう使わないんで、だから曇ってれば撮れるみたいなところがあるからそんなにあれなんですよね。あともう一つその一点一点にこの中央の五重分割があって、その両側の壁面に関しては一点一点にあまりこだわり持たないでおこうっていうのがあって、1000キロにわたって同じ地質帯が続いているっていうことを暗示すればいいかなっていう考えだったので、まあ比較的淡々と、うん、撮って、あえて抑揚つけないでセレクトと並べ方、まあ多少ちょっとこうね変化はつけましたけど、意識してそのあたりはやったっていう感じですかね。まあですのでその両側はこう会場入るじゃないですか。会場入って正面にこの五重分割があって、向かって右側の壁に三馬川編成帯からなる風景地形写真、南側になる。あ、そうです、構造線でいうと、うん、地形写真があって、で左側が両家編成帯の写真からなるようにやってるんですね、うん、なるほど、うん、じゃあ入ると、まあ、中央構造線っていうものがあって、うんうん、花崗岩と編成っていうところの風景がこう構造線を軸に分かれているよっていうものが体感っていうんですかね、もう入るとそれが空間で感じられるような。ああ、そうそう、今実はね、そう、渡辺さんはあの今回の写真展の核心部を言ってもらったんですけど、そう、ね、MTL っていうタイトルをつけて、じゃあ中央構造線の現れてる断層の写真がね、バーって並んでんのかって思われるかもしれないけど、でも実は実際にそういう風なのを撮ったのは、これ1枚だけなんですよね。あとは別に中央構造線の両側にある地質帯で中央構造線自体を撮ってるわけではないんですけど、うん、でもそれを両側にこう並べることで、この会場の真ん中にね、
中央構造線が走ってんだよっていうのをこう実は暗示させたい、うん、でその正面行き着くところにこの実際に中央構造線のある写真が控えてるっていう風な感じなんです、うん、だからそれは、うん、なるほど、わかりますかね、はいはい、だいぶ、そうそうそう、だからそこがね今回その写真展のまあ肝っていうか大切な部分なんですね。やっぱりいろんな写真の表現あると思います。写真集とかね、まあいろいろあると単写真なんかとか組写真とかいろんなふうなことをなんか僕らカレッジでねお話講義でしますけれども、その中でやっぱり写真展でしかできないことって考えた時に一つその空間を利用するっていうことかなと思って今回ねそういうふうな感じでしていこうという感じになったんですね。うん、だからまあ中央構造線というタイトルをつけたんだけど会場の真ん中にね、でもそんなことはどこにも書いてないんでまあ自己満足でしかないんですけど、まあそれを聞かれればねお話ししようかなとは思いますけど、うん、まあでもそれってね結局このアンコール島の前に初めて自分が立った時に下流側に花崗岩で上流側に緑色変成岩っていうのがあって、でその境に自分が立ってるっていう時に受けた感動をある意味再現してるっていうかねイメージしてるんですね、はい、お「ジオスケープ MTL 中央構造線」ということで、うん、その空間に行くとその中央構造線のところに自分がまあいるみたいな感覚に体感ができるっていうことなんですけど、こちらの写真展4月5日から18日まで、はい、もう間もなくですね、そうですね、そうですね、もう桜の咲いてるタイミングですけど、はい、まあ、東京の新宿のニコンプラザですね、うん、こちらでやるっていうのと、5月ゴールデンウィーク明けですね、5月6日から5月18日まで、はい、大阪もう我らの心斎橋でやるっていうことで、はいはい、こちらの東京と大阪両方合わせると結構な期間になると思うんですけど、そうですね、はい、在労の方は、あ、はい、一応前日体調がいい限りいようと思ってます。お、はい、すごい、やっぱりやる以上はねどういう出会いがあるかわからないし、うん、今ね渡辺さんが中央構造線を体感しようって言ったけど、やっぱり言葉の説明がないとね、わかんない部分もあるんで、かなりマニアックな世界なんで、まあこういうイメージなんですよっていう説明なんかもしたいし、ね、この動画を見てくださってる方はもっと知りたいっていうことであれば、その両側に並んでるね、サンマ川編成体と両家編成体の、まあそれぞれの解説なんかも別にさせていただきますので、うん、まあ振るってというか、まあぜひ会場に来ていただいて。そうですね。はい。うん、声かけていただければと思います。まあ、変成岩、花崗岩の、まあ、風景っていうものを多分いろいろ撮られていたりっていうのもあるでしょうから、まあ何かそういういろんな、ね、その場所じゃないけど、そういうところの話とかも、そうですね。エピソードとかも、聞けるのかなというふうに思いますね。はい。はい。写真展で、まあ、中央構造線なんですけど、この写真展をやることでテーマ的には何か一区切りなのか、なんか次の新たなステップなのか、うん、はい、そうですね、自分の今後の活動としては、まあ、一つは一番大切にしてるのはここにもちょっと本を出したんですけれども、そういう地形の面白さみたいなのをこう一般の人に伝えていきたいっていうのが一つあって、そのためにこういうガイドブックとか、あと児童書みたいなこともやっぱりしてみたいなというふうに思ってるんですね。はい。で、それとは別にまあこういう写真展とかで、こっちも本音なんですけれども、もう少しこう、写真家として突き詰めた感じでやってみたいっていうのは、まあその日本の柱でね、やっていきたいなというふうに考えてて、こっちの方もそうですね、まあ児童書ですとかそういったようなことなんかもまた自分で企画を考えて、出版社とかそういうところに持ち込んでいきたいなというふうに思っています。あとまあその写真展の方もですね、この50分割をして、先ほどもちょっとお話を渡辺さんにさせていただいたんですけど、近寄ってみたりとか離れてみたりとか、その距離感によってその地形のいろんな表情が見えるっていうことなんですけど、それがね意外とこう地形の魅力を紹介するのにいいかなと思うことがいろいろ見つかったんですね。見つけたというかアイデアが湧いてきて、今とりあえず2つぐらいそれを抱えてて、もうすでにそれの撮影を始めてるんですね。またこのような感じでその空間を意識した写真展っていうのをやってみたい
っていうのはあります。うん、それもこう間髪入れずにパンパンパンとやってみたいなっていうね、お金が続くのかっていうのはありますけれども、はい、やってみたいなっていう欲はあります。はい。それともう少しこう先のテーマっていうかになると、地形を地学を勉強するっていうことは災害について知るっていうことなんですね。まあ災害っていうのは人間側から見た地球の営みとか、まあそういった場合に災害という言葉を使ってしまうんですけど、まあ地球から見れば普通の淡々とした、こう日常の、日常というかね、行いですよね。あの火山が噴火したりとか、別に地震が起きるっていうのは地球にとっては普通のことなんですけど、我々から見たらまあ災害という言い方になるんですけど、本当にいろんなところを撮影してるんですけど、その全てが災害に関わってできてるわけなんですね。注意喚起をね、すごく日本列島危ないですよとかっていう、そういう、煽るような、そういうふうなことを伝えたいわけじゃなくて、やっぱり地球と僕らの生きてる時間の感覚の違いみたいなことなんかを感じるわけですね。うん。まあ僕らはせいぜい100年単位でしかものが考えられないけど、地球にとって100年っていうのはもう全く瞬きぐらいの感覚なんですね。そのわずかな地球の瞬きの間に僕らは目いっぱい生きてるみたいな感覚があって、そのまあ時間のずれみたいなところをなんかこうね、表現できないかな。で、まあ結局それが災害とともに我々は生きているっていうことなんかも、うん、伝えられたらいいかなっていうふうな感じで考えてるんですね。まあちょっとだ、そういうふうなこと、どういうふうにしたらそれが伝わるかとか表現できるかっていうのは、うん、まだ全然答えは出てこないんですけど、まあまた現場へ撮影地に行きながら、そういったのをこう見ながらね、何かやれる方法がないのかなみたいなことは探していってみたいなというふうに思ってます。まあそれが中期的な目標っていうか、かなというふうに考えてます。ということで、竹下さんにお話を聞いてきました。はい、私は、こちらの資料ですね、展示に先駆けて、今、見せていただいて、うん、であと、こっちの大きいパネルですね、こちらのパネルも、2枚しか見てないのに、これが50枚になったら、一体どうなるんだろうっていうところで、はい、もっと大きいスケールの実際の展示っていうのを見るのが、楽しみになってきました。まあ、行けるのは大阪の方からになるかと思うんですけど、うん、まあ、東京の方は実際の展示を私よりも先に見られるということですから、うん、まあ、ぜひ楽しみにしていただけたらいいかなというふうに思います。はいはい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい。